とりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。僕たちの遊び場、テレビの人気ゲームを公式の OK をもらってやってしまおうという企画です。お人気ゲーム何かというと、うん、マジカルバナナ。あった、懐かしいな。え、俺らはちょっとわかる。ゆうちゃんも知ってる。ギリ、はい、あのマジカルバナナはですね、伝説の大ヒット番組マジカル頭脳パワーから生まれたゲームです。おい、なんと今回マジカル頭脳パワー総合演出のゴミカズオさんからこのチャンネルでやっていいよという許可をいただきました。やったー、でありがとうございます。この番組そんな、なんやその権力、バナナと言ったら長い、長いと言ったらホースみたいな感じで順に連想していくゲームです。リズムが合わなかったり、あのそれ違うやろってなったらアウトです。一回、じゃあ一回デモンするじゃん。練習、もういきなり本ちゃん、いきなり本ちゃんで決まってんじゃん。何をお前甘えようとしてんの。いやいやいや、そんな人生甘くねえぞ。はい、いくよ。え、ちょっと緊張するね。ちょっと初めてじゃない。マジカルバナナバナナと言ったら黄色い、黄色と言ったらバナナ。違う違う、お前はい、1アウト。これまでデモンステーション。いや違うよ違う、いやもうすぐ行くっつったでしょ。え、ちょっと待って、メッセージ来ちゃった。ちょっと待って待って、優しい彼氏役でデートに5時間遅れてきた彼女に一言お願いします。お遅れてたよな、彼女かな。完全寝坊です、完全。5時間は3、2、1、はい。え、待ったって。全然待ってないよ。うん。でーお前、はい、ひでえな。でも、いい一発ゲームっぽく。いきなりこうみんなで足並み揃えてスタートって言いたかったのね。違うよ、そんな、いや己のテンポがあるから、うん、それは。マジカルバナナ、バナナと言ったらモンキー、モンキーと言ったら茶色い、茶色いと言ったら。そのさ、どうなん、そのいやもう無理やし、人として、27にもなってさ、茶色い。だって出てきてもうてんから。罰ゲームですよ。優しい彼氏役で、突然私借金が5億円あるのと告白してきた彼女に一言。桁がちげえ。じゃあ僕がじゃあ考えてみます。うん、3、2、1。どうした、トリちゃん。何、私、うん、突然なんだけど、うん、借金が5億円あって、うん、どうしたらいい。うん、ああそっか、じゃあ一緒に墓入ろうか。はい、優しいな。一生共にするってことやね、墓入ろうかって。え、お金の面はどこに行ったの。どうするの、どうするの。ずっと墓に入るまで払うか、もう墓に入らざるを得なくなるか。なんなん。いやでも間違えちゃった。マジカルバナナ、バナナで言ったら黄色い、黄色と言ったらパイナップル、パイナップルと言ったら酸っぱい、酸っぱと言ったら梅干し。優しい彼氏役で、高級レストランで素手で食べ始めた彼女に一言。3、2、1、いただきます。いただきます。あ、素手で食べるタイプか。あ、そういう教育方針のもとで生まれたの。あ、そっかそっか。あ、でもやっぱ今日本は箸を使うってなるから、まあ、僕たちの子供に対しては箸で食べさせよう。やっぱ苦手なんやろな、ケンスこういうのな。こうな、やっぱ長くなっちゃうねんな。いや完璧や。マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色い、黄色と言ったらレモン、レモンと言ったら酸っぱい、酸っぱいと言ったら梅干し、梅干しと言ったら赤い、赤いと言ったらキノコ。もう分からん、これは、もう本当にひどい。どこまでも来い。赤いと言ったら毒キノコ。優しい彼氏役で、うん、警察とは絶対に目を合わせない彼女に一言。じゃあ3、2、1、はい。ちょっと2人に聞きたいことあるんだけど、うん、彼女さんですか。ああ一応彼女なんですけど、はい、なんかさっきこの間窃盗罪があったんですけど、うん、ああなんかバッグ似てるんですけど、彼氏さんがどういうことですか。ああいやあのあれなんですよ、はい、この子あの手癖が悪くてですね、窃盗罪を認めるという。ああ違うんですよ、違うんです。あの、あれなんですよ、実は僕が取ったんですよ、僕が取ったやつを取ったんですよね、手癖。はいほー、はい、ショートコントや。さて、次回の僕たちの遊び場はトリッピー、金沢で土下座事件。うわ
チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。今日は峰田ゆりあさんからのリクエストでにらめっこしながらお別れしましょう。にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップ。ありがとうございました。で、なんだこれ。